や強そう。おー来た、これ勝ったらレート PR が60に乗ります。うわ、しかも相手12連勝中。先発ピッチャー工場達球ということで、本日はですね、この今年の楽天のドラフト1位の新入団ピッチャー、小蛇いつきと書いて小蛇たつき選手、本日は完全初使用していきたいと思います。投げやすいですね。で、この小蛇投手の特徴なんですけども、サムネイルタイトルにもあると思います。このスラーブ、ドロップカーブ、そして球持ちがね、少し見にくいと、噂に私の中でなっておりますので、そちらの方今日も試していきたいと思います。このスラーブ見る三振、ペペ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 ペ。そう、このあのコボスタって、あの三振取るとね、このパープロの中が流れるんですよ。はい、さらっと三振もったいないっす。さあ4点取ってきました。なんか楽々ムードな感じで見えますが、ベイスターズ打線ですよね。そんなのは関係ありません。ちょっと今のボールね、本当はボールにしたかったんだけど、ちょっと甘くなっちゃったね。で、やっぱりね、この小蛇投手なんですけども、これ球持ちが強いと、パワプロのピッチャーの中だったらね、だいぶ強い方に入るんじゃないかな、この特殊能力は。で、かつね、球速も153キロで左投げなんで、相当魅力的ではございます。で、ここでチェンジアップいくんですが、球持ちのチェンジアップ、空振り三振。いいね、この聖地楽天モバイルパーク、またの名は楽天生命パーク宮城でさ、空振り三振言える、これはもう大変光栄なことでございます。さあ3人進めやっていきます。この小蛇投手のね、配球をね、ちょっと今日はね、試していきたいとも思っているんですが、ん、辰巳、そう、最初にも言ったこのスラーブとドロップカーブ、これがね、若干見分けにくかったっぽいんですよ。いきますよ、今度はスラーブ、これなんかね、似てるんですよ。相手も思いっきり振ってきてるんで。まあこれをね、うまくゲッツーとかにも使っていきたいですよね。こっちは縦に落ちるカーブ。オッケーオッケー、空振り。で、こっちは横に滑るカーブっていう意識でいいと思います。じゃあ振ってくんないのは横とかどう？見えてなかったりする？ほら、こう振っちゃうんですよね。やっぱ見えてないんですよ。まあ個人的には対戦しててそこは強いかなと思ったものでございます。でもスラーブならストライクなんだけど、ドロップならボール、これ。最強かもしれません、これ。いや、ちょっと今のがね、かなり革命の匂いがいたします。で、今度はこのスラーブ。いや、どうして、これ、スラーブ使うな、このインコースのボール球。これ、楽天に強投手来ちゃったな、またこれ。そう、楽天ってね、先発は結構少ない球団で苦しかったんですけども、これは対人性能が強いね。で、今のカーブもね、ちょっと本当はね、ストライクにしたいですよ。これ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 、あんまりね、スラーブが効いてるんで、振りづらいと思うんですよね。でも、吉友はね、ストレートが苦手なんで、もうストレートを投げ込んでいきます。そう、ストレートもね、投げ球速あります。球持ちもあります。ショート村林。うぅ、危ねえ。さあ最終回やっていきます。最終回なんですけど、あ、間違えた、左バッターなんですけど、この内側から来る球種が多いんで、まあ、もちろん左ピッチャーっていうのもあるんですけど、左バッターの方が大したら嫌だと思います。相手側は今ここ投げたじゃん。で、今度スラーブ投げるの、これ振れないんですよ。で、今度インコースでスラーブ投げるじゃないですか、振らないんですよ。で、こう振ってくれるんじゃない、こう空振りが取れません。まあ、ここで男のね、チェンジアップいくんですよ。抜けてますが、ここは空振り三振。いいっすね。相手によっては全然チェンジアップを使ってあげるのもいいかもしれません。このボールは危ないが、ボール球で助かった。これで試合終了。いや、強かった、めちゃくちゃ。さあ、果たして、私はレート60いくのでしょうか。デビー、デン、いったー。ということで、こちら投手強いんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。